はい、どうも、コミです。さて、本日もこちら、フォックスセカンドさんからなんですけども、今日の動画はですね、ちょっと自分、難しい攻めが多いんじゃないかなっていう気がします。クヒディガホグの、特集会になるんですけども、まあ、そもそもやっぱり、スーパーハガーゴイルの登場によって、クイディガホグってだいぶ難しくなっているんですよね。おまけに、壁の間にこう、うまいことこう、隙間なんかが空いている村に対しては、クイヒのルート作りが非常にやりにくいので、難易度としては今環境としてすごく上がっていると思うんですけど、まあ、そういった中でも、すごいですね、今回、可能性を感じるクイヒディガホグがあって、それ何かと言うと、天才なんですよね。天才クイヒディガホグ。それも今日はですね、合計5本。プラス普通のディガホグも、最後1本ですね。まあ、そもそもノーマルはこういうものよっていうことで、一応参考として、紹介をさせていただきたいと思っております。で、今回はですね、もうほぼ全部フォックスフォックス03側のアタックですね。非常にこの、デュアルさん側のアタック、間違えた、ごめんなさい。かなりですね、今回この攻めを多用されていて、ここ、超高火力隊なんですよ。わかりますかね？クロスボウ2個プラス、シングルインフェルノプラス、グランドウォールの像があって、めちゃくちゃ、DPS っていう、秒間ダメージ量の多いゾーンだったんですけども、そこを、きっちりとライトニングプラス、クエイク5個で潰しておくことによって、まずアーチャークイーンのルートを作りますね、こんな風に。こっちにこう歩かせていくんですけども、ルートを作るんですね、ここを壊すことによって。で、当然今この丸書いた部分を突破しようと思うと、おそらくレイジ一発は必ず必要になってくるし、なんなら、この奥にあるクロスボウがずっとクイーンをタゲ取り続けちゃったりすると、クイヒ使いにくくなっちゃうんだと思うんですよね。で、そういうのがなくなるので、まあレイジ2個分を使うんだったらもうライトニングで壊しちゃえと、まあいうような形で考えて使ってるんじゃないかなというふうに思うんですが、残った呪文にフリーズを入れないんですね。これが結構勇気のある行動で、ここ、スーパーガーゴールが出てくるんですけども、そこのポイズンをうまいこと当てて、クロークも使うんですけども、乗り越えていきます。で、これですね、クイヒでこの中に入っていくルートが描けてくると、あとは、ディガホグをこの面からこう、始めていって、こっちはキングプラスの、投下弊社で削っていくという感じですね。これで削っていく。で、これですね、スーパーガーゴイルが当たるところでポイズンを使っていって、ストライカーもいるんで、だいぶこれ厳しいんですよね。もう完全に、クイヒー殺しのパターンにはまるんですけども、ここトームを使って、なんとかギリギリで耐えていくということですね。で、スーパーガーゴイルに関しては、1体はポイズンで焼き切って、もう1体はロイヤルチャンピオンが倒すという形ですね。残った呪文がもうないんですけども、グランドボディのトームをしっかりやっていくことによって、タウンホール、ここをですね、ロイヤルチャンピオンで処理していくという形ですね。まあ、ホグライダーもそこに追従してきて、これで処理が終わって、残った外周のディガー、こいつらですね、外周のディガーとクイヒーを使って、あとは前回まで持っていくという形になります。まあ、当然ながら、投石機だったり、あとはそのクロスボウだったりっていうのが、まあ、ディガーホグの体力をどんどん削っていく、まあ、嫌な防衛になるんですけども、そういうのを、序盤ここ、ライトニングプラスのクエイク、さらにはクイヒーパートによってこう処理をしていくことによって、ですね、ディガホグに入るダメージっていうのがまあ少なくなってくる。比較的低火力帯をディガホグが歩けるような形になってくると、ディガホグプラス投下弊社の組み合わせっていうのはめちゃくちゃ相性がいいので、それによって、ディガホグたちをもう難なく前に進めていくという形ですね。これ。ミーグルホーム序盤に、処理できてますし、相手のこの、クラン城の援軍も、空飛で処理ができてますんで、そういった意味では非常に美味しいですよね。この部分を食い火で処理ができちゃったことによって、ディガホグたちがそんなに、高火力帯の施設に当たることがなくなったと。まあ、このせいで、宝石キーとアーチャークイーンぐらいかな。この辺を、まあ、ケアしてあげれば、まあ、突然タウンホールはあるんですけど、ヒールプラスの、ヒール1プラスのトームで乗り切ることができたというところですね。はい。では、デッチさんのアタックですね、見ていきたいと思います。こういう、島型のいやらしい、配置。いやらしいって言ったら、まあ、スイカちゃんさんに失礼か。すごくね、攻めにくいんですよ。こういう真ん中にタウンホールがある。僕、すごい苦手なんですけども。こういう配置にも、突撃艦プラスのディガホグで、やっていくっていうのがね、すごい僕は勉強になりました。で今回は、クラン城を壊したんですね。さらにその周りに、インフェルノタワー、さらに、クロスボウがあるんで、そこら辺っていうのをしっかりと、クエイクで削っていきます。
で、食い火で透析器を見ちゃうんですね。今回持っていってる呪文って見てもらうと分かるんですけども、霊人2個です。で、これでどうやってね、ディガフを守っていくのかっていうと、合流ですね。クイヒーとの合流を狙っていくことによってヒーラーをディガホグにスイッチさせて体力を回復させながら持たせていくっていうパターンを作っていきます。これあわやねクイヒーが作れるかと思ったんですけども、ギリギリこっちのポマーとあとなんだ安いバカあの方に吸い寄せられましたね。で、ここで、もう、レイジ一発目を使って、バーバリアンキングにネクロマンサーを、添えてますね。これ、うまいですね。外周を壊すときに、やっぱり、キングの、生存時間ってなるべく長くしたいんで、ネクロマンサーを置くことによって、ダメージを多少こうね、今、ちょっとこうネクロのスケルトン打ってましたけども、火力を分散させるというところですね。アーチャークイーン、さらにここの、シングルインフェルノ、フリーズ中にこれを処理して、ディガホグを展開していきます。でも、呪文が全くないんですけども、グランドウォーレをつけてからの突撃艦で、この、ね、タウンホールを狙いながら、これヒーラーがスイッチしましたね。綺麗にディガホグたちと、なんだ、クイヒーカが合流したので、これでスイッチして、このディガホグの回復をヒーラーが担っていってます。フォームがちょっと早かったのか、突撃艦が遅かったのか、少しですね、ヒーラーが、タウンホールに焼かれちゃっているんですけども、まあ、この後、体力がたっぷり残った、ロイヤルチャンピオン、ディガー、あとはアーチャークイーン、これらがしっかりと防衛を壊して全開まで持っていくっていうところですね。1本目のアタックをご覧いただいたときには、高火力帯を一気に、クイヒープラスの、ライトニングで壊していくっていうパターンでしたよね。今回の、パターンっていうのは、まあ、それに比較的近いですね。高火力帯っていうと、やっぱりそのクロスボウと、あとはインフェルノ、あとは、防衛援軍ですね。ここをしっかりこれ、ライトニングで折っていって、で、ヒールを持っていかずに、クイヒーで、投石機とかシングルインフェルノを見ていくということで、火力が高くなっちゃうので、そこで、じゃあディガーの回復どうするのって言ったら、ヒーラーをスイッチさせて、一気に衆の力で押していくという形ですね。やっぱその、ヒーラーがつっていくと当然アチャクイが、体力の管理難しくなってきちゃうんですけども、今度ディガーたちがアチャクイの盾になってくれれば、まあ、ホグライダーかな盾になってくれればアチャクイも生きるし、でヒーラーたちが、ディガーホグを回復し続ければ、まあ、当然後ろにいるアチャクイもやられないということで、序盤に、ディガホグの通るルートをこうですね、こうっていうね、こんな感じで、ごめんなさい。よいしょ。こんな感じで、こう狭く限定しておくことによって、そこにこう、クイヒーを合流させて、クイーンですね、合流させて、あとディガーと、ホグライダーか。ディガーとホグライダーなんか、すげえ書きにくい。こういうふうに回していくって感じですね。ヒーラーを添えてこの枠の中を回していくというような格好を作っていて、タウンホールは突撃艦で落としていくという形ですね。でもスイカちゃんさんのこの配置すごい僕多分攻めにくいと思うんですけどね、まあ、それを綺麗に取っているデッチさんがお見事だなというふうにここは素直に本当に思いますね。うまいなっていう感じです。で、次、マチュコさんを攻めたダンテさんのアタックですね。このアタックを見ていきましょう。このダンテスの祝いっていうのは、あれかな、確かね、あれだ、全然話が違うんですけども、アニマルパークさんが、これ、ローカルクランランキング1位になった時かな、何かあったんですよ。で、確かね、トロフィー関連、確かローカル1位だったんじゃないかな。で、その時に、お祝いをつけるっていうんで、祝いっていうのをなんかつけたのがそのまま名残として残っていて、なんか、断るごとになんかこう理由をつけて、お前も祝いだみたいな。そんな形で祝いメンバーが増殖中ということだと思いました。確かね。面白いなって思う。で、クイヒーを展開していくんですけども、一般的なディガホグのまあ必勝パターンって、やっぱクイヒーで相手のタウンホールと、あとは、なんだ、このクランジョを壊していくという形ですよね。クランジョ、防衛軍を処理していく。で、その時にやっぱり、どうしてもレイジを一発使っちゃうということと、あと、今、スーパーボールブレイカーとストライカーの援軍が来ちゃうと、さらにプラス2個の枠として、フリーズとポイズンを使わされちゃったりするじゃないですか。で、そうなってくると、やっぱ呪文枠がそこで4個使っちゃうことになるので、でなんなら、さらにもうフリーズも追加で使っちゃうとかいうことになってくると、結構呪文枠きつくなるんですよね。であるならば、もうそれを全部ライトニングに置き換えちゃって、8枠で、クランジョごと壊せば、まあ、事故率も減るし、いいでしょっていうのが、まあ、多分この攻め方の考え方なんじゃないかなっていうふうに思うんですが、これヒーラーがだいぶ焼かれて1体しかいないんですよね。
こうなってきちゃうと、さっきの、ね、2本目のようなアタック、ヒーラーで、自我保護を回復させるっていう手も使えないんですけども、これね、やっぱ外周にいるネクロマンサーがいい仕事をするんですね、こいつらが。で、ペッカーをしっかりとネクロが守りながら、こう進んでいくことによって、ディガホーたちがあんまりダメージ受けずに前に前に進んでいくんですね。で、まだ残り半分ぐらい防衛があるんですけども、最後のフリーズを宝石器に使って、で、そこをウィザードで折っていくのかな。ペッカとウィザードで一気に折っていくっていう感じ。で、中心部に入ったディガホグの後ろからロイヤルチャンピオンがついていくことによって、中心部に関してはディガホグロイちゃんで殲滅していくという形ですね。序盤でトームを使ったことによって数を残していたディガードフグライダーがロイヤルチャンピオンを引き連れて一気に中心部を蹂躙したことによってこういう風な形で全開まで持ってっちゃうっていうことなんですけども、このパターンはどうなんだろう。結構正直このダンテさんのアタックは熟練の技みたいなのを僕感じましたね。波で真似できるようななぞれるようなアタックではない。結構多分この攻めを使いこなしてらっしゃるんじゃないかなっていう感じがしました。まあだからこそ序盤一番最初言ったようにちょっと難しいアタックが多くなるんですけども、こんな風な攻め方もあるよってことですね。ヒーラーが全部いなくなっちゃってもこういう風に全開まで持っていけるっていうんで、だから、クイヒーディガホグプラスライトニングのポテンシャルっていうのはすごい感じますよね。ですね、次はこちらですね。40番。これですね。ナースさんを攻めた親方さんのアタック、これ見ていきたいんですけども、これもね、やっぱレベルがすごい高いです。今回のこの、ナースさんの配置は、ざくっと言うと、この辺にやっぱ高火力帯の施設が集まってるんですよね。そこをクイヒープラスライトニングで折っていくっていう、だから1本目のアタックに非常に近いような発想ですよね。ライトニングとクエイクを使ってクロスボウとタンホールをきっちり折っていって、で、火力を多少落としたところで、アジャクイーンのクイヒーパートをスタートしていきます。で、このステージがいっぱいあったりするんですけども、もうヒーラーをやっぱりね、しっかり守っていきたいんで、このホーミングを、バルーンで回収するところをかなり丁寧にやってますね。で、ステージを削りながら、レイジを使ってタウンホールのところを突破していくと。で、これ多分ね、どっちに流れてもいいような感じで考えてたんだと思います。っていうのは、後からわかるんですけども、ですね、これタウンホールはそうか、ギリギリヒーローが当たんないから、これそのままアーチャークイーンのクイヒーだけで突破していきますね。で、レイジを使って相手のアーチャークイーンで当たるところで、はい、これを処理していく。もうストライカーはいらないレベルに一瞬で処理しましたね。で、投石機1本目と当たっていくんですけども、このままいっちゃうとクイヒーがこう流れていっちゃうじゃないですか。なんで、それを止めるためにここからディガーとホグライダーを当てていって、クイーンを U ターンさせるんですね。上の方に関してはキングと投下兵士を当てていくという感じですね。で、アーチャークイーンの目の前からこうディガホグを出すと、これは結構ね、有名なテクニックなんですけども、ディガホグがサイドカットの役割をしてくれて、クイーンがこう U ターンします。一瞬壁を打っちゃうんですけども、その後っていうのは、しっかりとね、ルートに戻っていってくれます。ディガホグを延命させるために数がいっぱいいるうちにトームを打って、なるべくたくさんのディガホグをトームの中に入れることによって、序盤から中盤にかけて、グランドウォーデンの効果っていうのを最大限に発揮させていきます。で、終盤の回復用に、ヒールの呪文、この順番逆になっちゃうと結構、問題になってくると思うので、この順番で使うのがいいですね。で、あとは、ロイヤルチャンピオンが中心部を破壊しながら、アーチャークイーンは2本目のこの投石機も、クイヒで処理をしていくと。で、ここまでできてくるので、あと残ったディガーとフクライダーが、残りの防衛を、もう、ヒールの呪文も何もないんですけども、グランドボーデンの体力上昇効果に乗っかって、勢いで押し切っていくという格好ですね。アーチャークイーンもクイヒの形で、ヒーラー2体ですけども、生き残っているので、こいつが最後までいい仕事をしてくれて、実際ここにあった高火力帯、この辺ですね、全部ここを、クイヒープラスのライトニング、これですね。で、折っていくことによって、広いんですけども、こういうルートを作っていて、そこに、ディガーとホグライダーを流していくというような格好で攻めていってます。いやー、うまいですね。この発想、なかなか出てこないと思うんだけどな。はい、では次ですね、見ていきたいと思います。次ご覧いただきたいのはこちらですね。ですね、25番、アツシパパさんを攻めたこのオリーブさんのアタックですね。こいつをちょっと見てほしいなというふうに思うんですけども、
このクイヒディガホルのライトニングですね、同じようにクランジョーと透析器と、このクロスボウ、ここの部分が美味しいんで、そこにライトニングを当てていきます。まあこれおそらくクイヒラバルでも取れたんじゃないかなと思うんですけども、まあ、そこら辺っていうのはやっぱりその、まあ、それぞれ得意戦術ね、増えて得て増えてがあると思うんで、おそらくオリーブさんはこっちのディガホルの方が得意だったのかなっていうところですね。突撃艦がなんとこれノーリスクで一気にタウンホールまで行っちゃうので、これですよね。でしっかりこれタウンホールのところを突撃艦で落としていってからのディガホル開始という形になります。でクイヒーでここをこうえぐっていくんですね。この部分ライトニングとクエイクプラス突撃艦でしっかりこう壊せているので、アーチャークイーンがそれずにしっかりこのルートに向かっていくっていうところですね。で、この裏から出しているジャイアントの目的はシングルインフェルノの竹取りですね。ちょっと一瞬、この、ジャイの出すタイミングが遅れちゃったんで、そこでね、シングルに足首が捕まってしまいましたけども、そこから先スケルトントラップを、本当は壊す間にもジャイがしっかり竹を取ってくれていて、フリーズの呪文を使わずにこう突破するというテクニックを使おうと思ったんだと思いますね。すごい上手いなって感じです。こういうところのアーチャーとかもすごいね、こういうの細かいんですけど重要で、キングが取れずにしっかりとこの壁際を歩いてくれるように誘導するという意味がありますね。で、ディガホグはこれですね、かなり狭いルートをしっかりとこう歩かせていってます。ここを歩かせることによって、グランドウォーデンのエナジーサークルの範囲にしっかり入ることに加え、ヒールのワンダーにこうしっかり入ってくるんですね。で、これで透析器プラスのイーグル砲の着弾のところでしっかりとディガホグを守っていくということができています。で、透析器に関しては、もうディガホグが、足元まで来ちゃえば、ダメージ食らうことはないので、そのまま一気に殴り倒していって、ダメージ食らうか。食らっちゃいますよね。すいません。そのままでも殴り倒していって、で、後ろから来るロイちゃんに関しては、もうディガホグが盾になってくれてるんで、全然体力が減らないということですね。で、アーチャークイーンに関しても、それね、結構重要なのが、ここのルートをずっと歩いてきてるってことなんですよね。序盤にタウンホールと、援軍という、この部分の効果力帯を潰しておくことによって横打ちが取れないので、アシャクイがもう呪文ゼロでずっと最後までこう歩き切っちゃうんですよね。でそれができちゃうとアシャクイがここまでだからカットしてくれるようなイメージになりますよね。それでディガホグの仕事はここ、こんな感じ、ディガホグライダーの仕事がここで、この部分に関してはライトニングと突撃艦で処理していくという感じですね。ここがクイーン、こんな感じの役割分担で前回まで持っていくっていう形ですね。まあ、ただですよ、やっぱりその、今回のこの、村で、まあ、ポイントになってくるのはここの処理ですよね。ここのところがすごい効果力なんですけども、ここさえ消え抜けちゃえば、あとはもう、まあ、そんなに効果力のところはない。今、ボブタワーはあるけどっていう感じですかね。なんで、そこに対してはヒールの呪文が2個、プラス、グランドバネのトームがあれば十分乗り越えられるし、一方で、ここに関しては、ライトニングで壊せちゃうので、しかもタウンホールも壊せちゃうので、アーチャークイーンに、まあ、レイジとかフリーズをふんだんに使うような場所ももうないということですね。まあ、そういう火力の偏り具合っていうのも見極めて自分の得意戦術であるディガホグをそこにはめていくっていうパターン。無理に別にディガホグを使わなきゃいけないってことでは、まあ、決してないと思うんですけども、ディガホグを得にしてる方っていうのは、今の環境で結構苦戦してる人も多いと思うので、こういうですね、ライトニングのパターンっていうのを一つレパートリーに加えておくといいのかなっていうところですね。シアタさん、すいません。ちょっと守りの方で一本出させてもらっちゃいました。これノーマルの、ディガホグ、多分これ自分はこの呪文の数と、ディガホグの数とかが結構、オーソドックスなのかなというふうに思っているんで、まさにそれをやっていたモッツンさんのアタックを紹介させてもらった、いたいなと思ったんですけど、こういうふうにですね、壁の隙間が空いてないような村に対しては、このスーパーウォールブレーカーで簡単に、クイヒを壁の中に誘導できるんですね。逆にここを開けなきゃいけないので、ネクロマンサーとこう通しにくいっていう、守り手側の利点がある。一方で、アーチャークイーンのクイヒやる場合には、ルートを比較的作りやすいと。で、この壁の中に入っちゃえば、これタウンホールも防炎軍も両方ともクイヒで見れちゃうので、そうすると後のディガホグパートがすごい楽ですね。まあ、有名な話ですけども、ディガホグ、クイヒディガホグする場合には、クイヒーパートで相手の防衛援軍と、あと、クランジョを壊せさえすれば、あとは、勢いで押し切れちゃうというのが一般的に、よくディガホ、クイヒーディガホグで言われている、話になるかなというふうに思うので、まさに今回モッツンさんはそのパターンにはめているというところですね。この区画をもう見つけたっていうのが多分一番の、ポイントになってくるのかなというふうに、ここですね。
この区画がやっぱり美味しくて、防炎具さえしっかり処理できればタウンホールもきっちり壊せる。おまけに、なんならこの、イーグル砲までアーチャークイーンには殴ることができるので、ここすごく美味しいですよね。ここを見逃さずしっかり入れ込んで、相手のアーチャークイーンか、相手じゃん、自分のアーチャークイーンにレイジもかけながら、破壊をこれも加速しますね。さらに、レイジをかけてる間アーチャークイーンがもうやられる要素がほぼほぼないので、もう完全にディガホグパートに集中できるという効果もありますね。よく自分もディガホグよく昔使ってたんですけども、ディガホグパートに入る前にアチャクイにレイジをかけておくってのは結構良くて、見ていられないじゃないですか、ディガホグこんだけ忙しくなると。なんで、アチャクイにレイジをかけておくことによって、しばらくアチャクイを無視できる。で、無視できても相当、レイジがかかっていればアチャクイやられないので、こんな感じで。しっかりと、中盤にかけて、クイーンを残しておくことによって、その後の、まあ、今回で言えばクイーンが投石の多行を取ってくれてるんで、これめちゃくちゃ美味しいですよね。で、こんな形でディガーとフグライダーがもうガンガン進んでいける状況っていうのを作ることができるということですね。やっぱり強いですね、クーヒーガホグ。こんな風に、クイーンでしっかり相手の防衛軍とタウンホールが処理できてしまって、さらにそれによってこうルートが作れるようなパターンにはめ込むと、これだけの余力を残して全開になるんだなっていうのを改めてこう見せつけられた感がありますよね。ヒーロー全残りプラス、ディガーもなんなら結構残っていて、ヒーラーはピンピンしてるみたいな形になるので、やっぱりその使えるその場面っていうのはまだまだあるんだけども、相手の防衛援軍が怖いというのが今のクーヒーディガホグの環境かなと思いますので、まあ、そこら辺っていうのもですね、特に初見なんかで攻める場合は援軍が分かっているから、まあ、対処もしやすいでしょうし、まあ、初見で攻める場合っていうのも突撃艦ニエティとかを加えて、序盤に釣りながらクーヒーディガホグを展開するパターン、ないしは今、の動画で見てもらったような、ライトニングを使って、先にクランジを折っちゃうとかですね、いうケースっていうのも往々にして使いやすいので、特にこういう壁に穴が開いてないような場合っていうのは、クイヒディガホグっていう戦術を、まあ、一つですね、候補にしながらプランニングを考えてみるのもありなのかなというふうな、まあ、その気づきを与えてくれるアタックだったかなというふうに思います。はい、というところでですね、だいぶ今回クイヒディガホグ難しいと思うんですけども、まあ、これまで使ってきた方にとっては、あ、もうワンステップ上のね、アタックにそのつながる、まあ、ヒントにもしこれがなれば、すごく嬉しいなというふうに思いますし、まあ、参考になったということでありましたら、ぜひですね、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いできたらなというふうに思います。またタウンホール11、12、13の動画、幅広く扱っていきますので、これからもですね、ぜひぜひ、ご視聴いただけたら嬉しいです。というところで本日の動画を終わりにしたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。